外はいい天気ですよ、皆さん、はい、家の中でゲームしているばっかりじゃダメです。何をするゲームですか？バーベキューしましょう。バーベキュー用意します。はい、ちょっと待ってね、これでもう終わり。待ちません。もう終わるか。ダメ、特訓中なんだ。ダメで、待ちません。なんだ、ほんま上手なんだ。なんだ、一試合が長いねん。シャインマスカット買ってきたよ。売っとったん？特訓してるんです。ゆうちゃん耳ねえが何入ってる？耳ねえてません。なんで？ます。ココロくんが耳ねえにおご飯って言った。最低。だけだけ言ったらそれならルーズの禁止だね。ルーズの禁止やな。その後にナナタンにも言われます。あ、ちょっとナナハとココロ今日携帯禁止です。やめろよ。誠心誠意謝ったら許されるかもしれんのに、そこで謝ろうともしないから無理だ。ごめんなさい、ごめんなさい。許しません。さあ謝りたまえ。オバハンと言って。ごめんなさい。その顔を言うな。二度とも言いません。やれ。20歳までな。分かった、取り上げるわな。わあ、手が湿気ているわ。うわあ、ネチョネチョだわ。許してあげよう、君は。てぇ、このナス、でかくない？てぇ、ナス、怖い。15歳までママと一緒にお風呂入られへんねん。ゲーム禁止。言ったら、今何歳？オーバーハンとオーバーンは NG です。分かった？これは反省してないな。ちゃんと聞けよな。言わんといてねっていうだけの話。いや、まあさすがに耳鳴がちゃんと80歳とか言ったらさすがにおばあちゃんでもいいけど。そうや。カメラこれついてるんですか？あ、オバハンと言われて説教しておりまして、どうもすみません、すみません。お姉さんが今ん、なんでオバハンって言われる時代なの？ゲームしとって、なんか手加減見、私と心が手加減しながらナナハのお守りをしてたんです、うん、そこでなんか私のなんかが決まってしまって、心くんが一気にやられたんです、うん、そしたらこのオバハンがうつからやって言われたんです。え、違う、そういうことじゃないか。そういうことじゃなくて、なんか奈良がな、最初俺が反省しただけ。だからどうでもいいけど、言ったらあかん言葉言ったんでしょ。 その耳ねえの部分がオバハンになってたんです。このオバハンが打ってくるからになってたんでございます。なんだ、バーバロくんの真似しただけ。いらん。いらんことは真似せんでいいよ。いいことは真似してね。ね、この動画オバハンの動画になってまおやんか、やめてくれる？見てください、お肉。すごくない？これやばくない？何人分？そして今日は黙って食べれると思うなよ。喋りながら食べる。焼きマシュマロ？焼きマシュマロ皆さんしたことないでしょ？ない。なあ、なんだ、英語禁止。今日の雲の量は6割。こわ、晴れ。焦がすの？そう、焦がしてそれをギュって取れるね。で、焼きマシュマロする前に腹ごしらえしとかなあかんやん。お水、なあちゃん、水な。そう、全員分の水出しといて。優しいですね。ママちゃん、待って。きっとんな目だか、あの、なんで止めたんよ。え、めっちゃ少ないやん。2匹、3匹しかおらんで。めっちゃ。まだやな、ライン。まだまだやろ。うん、まあ、これ高かったやろ。うん、高かった。これミスジかなんかやろ。うん、おいしい。それ豚のカルビ。あ、不器用。あんた不器用な。焼き奉行任したりゅうちゃん。なんか映ってるからね、カメラ。今日集まってもらったのはね、焼肉をするためじゃありません。焼肉だ。焼きマシュマロをするために集まりました。ちょっと苦手なやつやね、私。ダメです、流行りなんです。トイザースで買ってきました、メガマシュマロ。焼きマシュマロって言ったらデザートよね。そうね。焼きの入っとんの、なんなの、勉強とかに。こうやって、こうやって取れるね。焼いて何日、側が違うよ、側がこうやって取れるね。伸びるんやんな。伸びるね。ただ食べるだけ焼いて、そう、香ばしくなるわ。そう、美味しい。あの、口の水分持っていかれへんから。ちゃうね、あれはバッタやろ。そこやって、虫は。虫は外にやって。ありえん。え、まだおるん？うん。今の、今のナナの、ナナの眉毛の下がった顔を見た？え、もうやめてやって。うわ、やって、外持って行って、後ろ通って、外持って行ったよ。最低。みんな不思議らい。ナナが。最低。おばが、ナナが変なものを。もう一個くらいねん。持ってきて。外にあって。外にあって。てな。あー、もう最低。最低、見て。見て、めっちゃある。うわ、何個持ったあんた、虫かご。待って、模様が。
気づかんかったん？違うって持って帰ってきとんねん、それが新たに、うん、あかんがな。はい、手合わせ、手合わせて、いただきます。いただきます。はい、いただきます。美味しそうです。私が飯テロ担当です。トンブタです。え、トンブタちゃんとピントあっとうか、みたいな。待って、トンブタやったっけ。はたいらしい。きた、トントロ、イエーイ、トントロいただきます。はい、どうぞ。ピント、なんかわからん、なんか張り切っとうね。あ、やばい、うまい。朝ごはん食べてさ、絶対お腹いっぱいで食べれんわと思ったけど。なーん、バーベキューしとうけど来る？みんな食べた？リビングからは消えています。ウインナーもらい、ウインナー食べたい。はい、ウインナーの飯美味しい。あ、来ました、ウインナーナーも。めっちゃのできひんやん。ナナの焼肉オンライスやば。はい、ピントいただきました。ミスジでございます。なそんなにそんなにピント合うの？速攻くる、顔速攻くる。はい、これめっちゃいいやつです。パパに残しとこ、これ食べんといて。パパに残しちゃったから。なんなんやろ。ほら、あ、めっちゃ柔らかい。うん、あ、全然違うやないかい。わかる、言われました。行くで。はい、ブスッとね、ブスッとね。で、うん、え、お箸で引っ張るんか。じゃあ手で引っ張んねんね。熱いやん、流行ってんねん、それが。へ、くる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 、すごいブツブツになって、トウモロコシみたいになってきた。あ、もうあかん、もうあかん。めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いする。溶けたで。あ、全然熱くない。え、え、すごいで、うん。ない、うん、全然。うわー、うわー、すごい。で、どっち食べるん？こっち。で、また焼くん？うん。あ、熱い？うん、ホクホク。何度も食べさせて。手に焦げへんようにして。これ、新しいのでやらな、無理ちゃうか？うわー、一口でいけんの？おいしい？アイスクリームみたい？うん、俺も巻いてみたい。え？え？え？あ、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 ひっつくし伸びる。もうちょっと焦がさなあかんかな。うん、おいしい？大丈夫な？そう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 めっちゃうまい。どう？おいしい。うわ、おいしそう。ソフトクリームみたい。これ、みんなに食べてもらう。え、私か。バレそう。あ、ほんまや。あっ、うい、あっつー。ママに焦げんかったところ甘いけど。おー、下の方から思ってみて。みんなに貸して。貸して、食わしてやろう。ありがとう。ちょうね、今日のメインはマシュマロやね。うん、玉ねぎ甘っ。おいしい。甘じさん、こちらが玉ねぎと、あー、いいですね。申します、崩れちゃいました。はいはい、ミミネごちそうさま。そうですね、ばっかり飲むで。ナナちゃんすごい玉ねぎ食べてる。で、行くぜって、やっていくよって言ってな。ナナいい感じ、そのまま置いといて、そのまま置いといて。あ、やばいやばいやばい、マスクマスク。よし、これでショート動画に出しましょう。久々ショート動画ですね。ショート動画です。はい、というわけで本日はバーベキューと焼きマシュマロやっていきました。皆さんもね、機会があれば焼きマシュマロやってみてください。はい、それではこの動画で美味しそうだなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。焼きマシュマロやっていくよ。熱いよ。ファイヤーファイヤー入ります。ファイヤーファイヤーした、これ焦げる。焼き奉行お疲れさんです。今日も怪我燃えました。よかったよ。で、今残飯処理やろ。そうそうそう。うまいよ。うまい。とろとろ。